ですね、この1年間もありがとうございました。早いものであっという間です。去年の年末に来年の目標はって言って、でいろいろね、はい、こう話してる中でそのオリジナル曲が欲しいっていうところから、はい、オリジナル曲本当に作っていただけたし、はい、であのイベントもできましたし、はい、あの大丈夫誇り虫はい、はい、ということで、はい、2022年チームよしこ、目標としてた夢が叶いました。本当にこんなに早く、しかも、はい、やっぱり言葉にするって大事なんですね。そうですね。ね、ということでね、また言葉にしていきましょう。来年の目標ございます。来年の目標、はい、去年も言ったと思うんですけど、はい、っていうかいつも言ってるんですけど、はい、チームよしこはダランドが欲しい。よしこさんのご実家に会で言ってましたよね。はい、はい、みかんを食べながらその話を聞きましたね。その一箇所にこうみんなが集まれる場所が欲しいというダンスあり、いろいろあり、特技あり、そう、はい、カフェあり、いいっすね。なんかこう料理教室あり、ね、みたいな、なんかそう、そういうなんか場が欲しい、場が欲しい。はい、それを引き続き声を大にして言っていかないと、はい、その関係者様に心が、ね、場をね、お貸しいただけるそうですね、関係者さんに届くまで、はい、ずっと言っていきましょう、はい、あの来年じゃなくてもいつでも大丈夫、はい、ね、2年後に店舗が開くよとか、はい、なんかあればなんか、はい、開くけどどうとか、はい、教えていただけるとありがたいですね、はい、お願いします。ありがとうございます。あとまあ小さな目標でもいいんですか、いますか、小さな目標どうでしょう。小さな目標、何でも首を直したい。イベントとか YouTube でキレッキレのダンスを披露してくださるんです。いつも痛めちゃうんですよね、それでね。TikTok で何回か痛めちゃうんです。だからあの首のヘルニアを治してくれる先生募集。あ、ワンダーランドにその人に、ね、常駐してもらいますか。そうですよ、ちゃんと首を治して、あとステージですぐ踊れるみたいな。超ワンダーランド、いいですね。募集しましょう、ヘルニア治せる。お願いします。ね、ぜひまだまだやっぱ健康第一ですね。はい、やっていきたいですね。はいはい、あとあれですね、この間みんなで話してた、あの去年本当は韓国、あ、ちょっと2020年、うん、あのイベントが、そうだね、ビーフェスが終わった後に行きたいねって言って、韓国行きたいねなんて言ってて、うん、チケットまで取ったりして、そうそう、韓国がキャンセルになってしまったので、うん、なんかね、小飛鳥さんもその後韓国に引っ越したりしたので、はい、ね、イン韓国とか、なんかそういうのもやりたいですね。いいね、韓国に行きたいという、じゃ中ぐらいの夢を、うんうん、はい、一つ掲げて、そうですね。ね、小飛鳥さん待ってて、場所探しといて、撮影できるところは。ね、スタジオ撮っといてもらって、うちらが行って、よろしくね、ですね。そうそうそう。ね、またタレントメーカーから写真を見たら。イベントはまあどういう風になるか分かんないですけど、この間行ったその新年会的なそうです、ね、ものはもうほぼやることは決定です、ね、そうですよね。希望は2月ぐらいにできたらなっていうね。あの映像ができたんですよ。この間の。よしこナイトの。はい、よしこナイトの。でそれをまた試写会して、はい、お打ち上げどうですか。あ、そうですか。皆さん、これ来るな、これ来ますね。そう、あのこういうところで公開できないから、うんうん、あのそういうね、見たら終わりっていう。あれですよね、少し素敵な映像を、ね、撮ってくださった。そうなんですよ、名前ちょっと。はい、ドプロの方が撮ってくださったので、はい、でうん、ね、また楽しく、あれですね、みんなで見れたらいいですね。そうそうそう、みんなで。はい、早めに決めます、日にち。あ、すいません。それはもうほぼ決定ということで、はいはい、この間の YouTube でも言ったんですけど、この T シャツの通販が開始されております。はい、なので、またちょっと宣伝をちょっとしかしてないんですけど、冬ってさ、T シャツ買いづらいなと思ってる人見てください、これ。これね、今最近おしゃれなね、こうハイネックみたいなのとかもあるから、チームよしこのおしゃれな子は透けてるとっくりを中に着てよく。ね、この間もみんな衣装でなんかおしゃれ、はいはい、に着てたよね、はい、なので冬でも着れますので勇気を持ってポチッとして、うん、勇気を持って、なんだか冬ってね T シャツねと思いますけど全然明るい、いや全然、うん、でこれ今私は脇汗かいてるぐらいでこれのおかげだからユニクロとチームよしこをコラボしてもらえればすごい、ね、冬でも着れますの で、 ですよ、ね、はい、なのでこれの説明欄にも貼っておきますし、ツイッターにもあの再度貼っておきますので、ユニクロと勝手なコラボ、はい、勝手なコラボ、また勝手チームよしこが動き回ってることでやってもらえれば着れますので、そう、なのでそのこの間のイベント来れなかったよって方も通販でこれ買っていた
ただいたら年始のそのねお菓子を買いたいいいじゃないですか、ね、イベントで、はい、みんなこれ来てこれと来ていただければ楽しく過ごせると思いますので、うん、こちらもチェックしてください。はい、お願いします。お願いします。あとは何かありますか？はい、よりは何かないの？個人的に個人的な告知ですか？うん、あ、目標、うん、あ、今年私ブスのスタンプ1個も出してない急いで急いで書きます。そうだね、使っててそろそろ欲しいんですよ、ね、私も欲しかったんですね。急いで書きます今年来年までの目標ということで、はい、はい、あの個人の活動も頑張ります。小説、はい、なんか旅とか行かれないですか？旅、でもあのちっちゃい旅はちょろちょろと、はい、あの計画は立ててて、はい、さんの旅の動画ちょこちょこ送っていただいてから編集して Vlog を撮ってます。来年はなんかね、よしこさんの Vlog とか、あ、そのね、こう集まって話してばっかりじゃないそのプライベートの部分の動画とかも、ね、ちょっと短めでここに載せたりする。すごいね、はい、いや、そういうのよく思いつくよね。すごい。でも見たいし、だからそしたら更新頻度も上がりますので、ね、よしこさんが、ね、ここ行ったよっていうのはちょっと回しといていただければ、なるほど、あの、ちあの、445の音楽いません。かわいい。ね、445。それ、江ノ島行ったよとか、あとグラムは必ず持っていただければ、オートコチュールに乗せて。いいっすね。ね、いいですね。それいいですね。はい、あ、それだ、それだ。あ、ね、あの、よしこ先生の、あの、海辺のパシャパシャのところを、えりかちゃんは、あの、志村けんの瞳バーサーに知りたいっていうのは、かっこいいですね。この夢は叶えましょう。いいですね。力の入れた本格的なパロディ、本人たちが。やりたい。やりたい。あ、ちょっと面白いな。それじゃあ、来年の、はい、必ず目標にしましょう。入れましょう。それは、なんか、聞かされても、ね、でも、で募集してもいいですか ?K445 の。あそっか、なんか、はい、踊っても踊ってみた。踊ってみた。いいですか、ね、やってもらおう。はい、そう。そうしましょう。そうしましょう。私たちは私たちで、445を自分たちなりの解釈でパロディをして、うん、皆様は本気で踊っていただいて、もしよかった。すごい難しいですよ、皆さんね。これは本当難しかった。ね、うん、あ、なんか振りのレクチャーのやつでちょっと早急にあれしましょうか。あ、いいですね。なんかそれ前言われたことある。あ、本当ですか。すいません、今言って。ありがとうございます。思い出していただいてありがとうございます。そうだ、よしこ先生のいい難しい、これで分かんないでしょう、あのね、あれ早いから、だからちょっとゆっくり教えますから、皆さん。あ、それいいね。いいですね。なんかもう早速来年の企画がいろいろと。よかった、よかった。皆様と絡める企画ありますね。はい、なので、それの動画を送っていただいて、445選手権じゃないですけど、まあ、送っていただいたら全部流しちゃおうかなって感じで。そうそうそう、せっかくだからね。なので、よかったら445踊ってみたっていうのも、皆さん、ちょっとあの年末年始、もしお時間あったら練習しといてください。はい、たくさん出ましたので。はい、イエーイ。またね、来年も。出るもんですね。はい、来年もよしこ先生とチームよしことおかん深い TV をどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。